わったってばよ。久しぶりに会ったとしても仲間の顔ぐらいは覚えておくもの。なぜなら話しかけた側が辛いことになるから。その面倒くさい喋り方はもしかして死の。そんだけ顔隠してりゃ誰だってわかんねってばよ。喋り方でやっと気づいたのか。それよか、新しい任務のメンバーを探してるんだけど、クルナイハンはどうだ。ごめんなさい、おまさくん。私たちも任務に入っていて。それで任務前の訓練ってわけだ。次は新しいフォーメーション試すか。じゃあ俺はメンバー探しに。こら、シノ！虫使って足を止めるなってばよ。フォーメーションを試す。それを受ける相手が必要だ。見せてやるってばよ。虫の好かんやつだ。遠慮なく行かせてもらうぜ。どうしよう、心の準備が。いざ尋常に止め、始めるんだ。やっ、行け、かかる。行け、かかる。通用しないんじゃこの戦い方は考え直さないとな。次は日向を主体にしたフォーメーションでやってみるか。どうにか逃げないとは。このままじゃメンバー探しどころじゃねえってばよ。そうだ、こうやって日向をじーっと見てれば。またか。大丈夫か日向。この気絶癖は何とかしないとな。今だ。ナルト！なるほど。ナルトにしては考えたんだ。